皆様こんにちは。2017年公認会計士試験論文本試験出題趣旨の分析と対策、租税法の講義を始めさせていただきます。担当はレクセン認講師の高田です。どうぞよろしくお願いいたします。租税法の本試験は特に平成25年以降ですね、ボリュームが非常に多くなりました。で、理論の、ね、出題形式は近年5年くらいですね、もう定着している形でありますが、計算は特に平成27年、28年、29年ですね、総合問題プラス個別問題の出題形式ということで、もうね、2時間では理論計算ともにですね、合わせていきますと、もう解ききれないくらいね、出題されるようになりました。したがってね、2時間でいかに効率よく回答していくか、やはりもうスパスパッとね、判断できるようにならないといけないということがですね、一つ必要になります。ただ出題内容をよく見ていきますと、ひねりが少ないというのもですね、特徴の一つにあります。そこでですね、まず監査審査会より平成29年11月17日に公表されました、2017年のね、公認会計士試験の論文式試験、租税法の出題の趣旨、ここからですね、17本試験の分析をしていきたいと思います。では画面の方ですね、プレゼンターの方に切り替えさせていただきます。で、こちら今映させていただいているものがですね、監査審査会より公表されました出題の趣旨に、ね、なります。で、第1問が理論、そして第2問、こちらですね、第2問が計算ということでね、追って見てまいりたいと思います。で、理論計算ともにですね、法人税、所得税、消費税、ね、3税目からまんべんなくという形で出題があったと、ね、いうことでした。で、理論の方は問題の形式ですね、もうこれまでと同じというような、ね、形でした。で、まずですね、問題の1の方は、2つはね、結論を合わせたかったところ、そして問題の2の方はですね、3つはね、結論を合わせたいところだったかなというふうに見受けられました。で、まずですね、問題1の方からですね、入ってまいりたいと思うんですけれども、このね、本問はのね、後ですが、この一括評価金銭債権にかかる貸し倒れ引当金と。で、ただこちらですね、平成26事業年度の内容のね、出題だったんですね。ですので、こちらに関してはね、少し、難しかったかなというふうにね、見受けられました。このような形もね、少し初めてだったのかなとね、いうところ。そして、その次なんですが、適格現物分配、それから適格合併ですね、の法人税法上の取り扱いと。で、こちらに関して、この17本試験からですね、組織再編税制、これが範囲に入ってきて、で、その中からね、早速出題があったと。ただ基本的なね、内容ではありました。で、適格現物分配の方ではですね、レクの方では当連ですね、当連の6回、ね、の問題の1のね、問い1の方での出題をさせていただいていたことから、適格合併の方ですね、当連、の方ですね、の7回のね、問題1の問いの3番ね、方で出題をさせていただいていたと、ね、いうことでした。で、あとはですね、国外転出する場合の譲渡所得の特例、ね、こちらに関しても、改正があって、2年目の出題と、ね、いうことでした。計算の方でね、講義の中で見ていたというところでした。で、この問題の1のね、出題の趣旨の中で、一つね、ここ、適用条文の発見という言葉があるんですね。ここにある通りね、やっぱり日頃の学習の中で、条文に当たっていくっていうことは、それは、理論、ね、理論の勉強に、ね、当たるに当たってですね、条文に必ず当たっていくというわけではなくて、で、講義でも計算の内容を先行して見ていきますけれども、計算の内容の中で条文に日頃からですね、常にやっぱり当たっていくっていうことで、問題の2の方でもね、いくらかあるんですけれども、計算で
学習した知識で書けるというようなね問題も潜んでいますので、もうこれはね、ここ数年、本試験の中でね必ず潜んでいますので、とにかくですね、あの計算の、ね、学習の中で、もう条文に当たっていくっていうことが大切なんだということをね一つ知っておいていただければと思います。そして問題の2、こちらでもですね、まあ、条文の発見という言葉はありませんが、これあの両方ですよね。あの問題の2の方でもあの適用条文ですね、答えなさいと、ね、いう形になっています、ね、問題文の内容で、その内容が正しければまるで、適用条文の、ね、条文のナンバーを記すと、誤りがあれば、ね、正しい税務処理等から条文、ね、根拠条文ですよね、を記すということになっていますので、条文の発見という言葉ですね、こちら問題の1の方にしか書いてありませんが、これはね、あの1も、問題1、問題2共通する話というふうにお捉えいただければと思います。そして問題の2の方ですね、まずね法人税法上の税率構造、ね、構造と、ね、いうふうに書かれていますけれども、こちらあの大法人との、ね完全支配関係がある、まあ、資本金1億円以下の、ね法人についてはですね、この大法人と完全支配関係があるときにはもう取り扱いは大法人と同じなんだというその基本のところがね、入っていればできたと。で、レックの方ではですね、当連の9回目のね、問題の1の問いの4番というところでですね、その大法人と完全支配関係のある資本金1億円以下のですね、法人で、欠損金のね、損金算入額というね、話に関しての出題はさせていただいていました。あの基本のところが理解がね、深まっていれば計算の中でですね、ここもできたところではなかったかなというふうにね、思います。から2番目のですね、この恒久的施設概念、これはあのもう条文をね、まさにこれですね、適用条文の発見、ね、これができればと、ね、いうところで、この、ね、2条というところに定義がありますから、その定義の中からですね、この概念、ね、定義を見つけていければよかったところ。そして、3番目、所得税法の課税標準と、内容としては退職所得に関してだったんですけれども、こちらに関してもね、あのもう別課税標準なんだ、ね、課税標準で退職所得に関してはね、別課税標準なんだというね、回答を導き出せればよかったと。でこちらに関してはレクの答例の方ではですね、答例の2回目の計算の中でですね、退職所得の出題をさせていただいていました、まあ、そこからですね応用してもう別課税標準ということで答えられればよかったところ、それから医療費控除のところですね、続けて2行目になりますけれども、医療費控除に関しても答例の5回6回のね計算の中で出題していましたし、計算の知識で書けるところでした。から電気、通信利用役務の提供にかかる消費税の課税というところでですね、こちらはリバースチャージと呼ばれる内容で、レックの答例の方ではこの答例の9回のところでですね、特定役務の、ね、提供という、ね内容で、まあ、リバースチャージの、理論の問題をですね、解いていただいていました。以上ですね、計算の、まあ、出題趣旨ということでですね、まあ、このように公表がされましたということでね、この公表に沿って少しお話をさせていただきました。では続きまして第2問と、ねところ見ていきましょう。第2問は計算の、ね、問題、そして、こちらの問題の1の方がですね、法人税、そして問題の2の方がですね、ちょっと下下がりますけれども、下から3行目ですね、所得税と。そしてちょっと画面ね、切り替えさせていただきますが、問題の3番、こちらがですね、消費税に関するね、問題でしたと。でまあいずれも今消費税のところを移していますけれどもね、会計士業務をですね、追加するにあたって、その基本的な知識を問うものですよ、ということでね、趣旨の方に書かれていると。ではまた戻りまして、第2問、計算の方ですね、問題1、法人税法ですね。まあ、この中見ていきたいと思うんですけれども、問いの1は総合問題の出題でした。まあ、1行目にもね、こちらの1行目のところにもある通り、損益計算書のね、当期純利益をもとにですね、申告調整を加えてと、ね、つまり別表4調整ですね、
から法人税額の計算ということで、別表4から別表1のね、過程を解いていますね、いうことがね書かれています。で、まあ主要な調整項目はということで、括弧1租税効果からですね、括弧の9番までね、ありますけれども、まあ、いずれも、この内容に関しましては、東連の中でね、もう、租税効果や、から、まあ、受け取り配当とかですね、から、特に、まあ、この所得税額控除や、あと、減価償却ですね、まあ、特にこの4点なんかね、に関しては、もうよく出題されますよね、ということで、そして、まあ、他の論点に関しましても、東連の方でですね、出題をさせていただいていました。ただ、この本試験に関して申し上げれば、問題文がね、長くて、時間内に読むということが少し大変だったかなというふうにね、思いますが、内容といたしましては、こういったところですよね。今日最初に申し上げましたけれども、ひねりが少ないということも特徴の一つなんですよと。ね、特段ひねりがあるわけではなくって、ちょっとね、問題文が長かったというね、印象でした。で、特にですね、受け取り配当等の越金不算入というね、この括弧の3番、これもね、もうほぼ毎年出題される項目になりますが、この中でね、非支配目的株式のね、短期中株式に関してですよね、を、まあ、除いて判定していくというようなね、内容が少しね、難しかったところでした。から、資産にかかる、廃棄損とね、いうことで8番のところ書かれていますけれども、きちんとですね、計算の中で、評価損のね、計上、で、どういう場合だったっけということがですね、どういう場合だったっけってところにね、戻れれば、答えられたところだったのではないかな、というふうにね、思います。そして、で、こちらのね、問いの1が法人税法の総合問題、そして問いの2、問いの3、ここまで法人税法なんですが、この2つは個別の問題でした。で、問いの2番ですね、グループ法人税制の理解をね、問うものですとね、書かれています。譲渡損益調整資産とね、ものについての、特に減価償却とね、言った内容のね、出題が、ね、ここで、ありました。ですので、ちょっとね、覚えていないと、なかなか、解くことが、難しかったところなのではないかな、とね、いうふうにね、思います。減価償却費ですね。減価償却費を使って計算するというところですね。失礼しました。というね、内容であったので、少しね、このところは難しいところだったのかな、というふうにね、思います。で、まあ、その、譲渡損益調整資産というね、いう言葉をね、お出ししましたけれども、東連の方ではね、土地についてね、理論の問題で、東連の3回、10回のね、あたりで聞いていたところで、ただね、本試験の方ではね、少し、その譲渡損益のね、その戻し入れといったところでですよね、その償却を行った場合にじゃあどうなるのというね、ような出題があったと。少しね、ここは細かいね、ところではあったのかなというふうにね、見受けられました。そして、問いの3番、こちらがですね、中小法人においてとね、いう言葉がある通り、中小法人のね、出題、初めてのね、出題でした。で、その欠損金額についてとね、いうことだったんですけれども、最初にですね、最初の方ですね、失礼しました。問題の2、理論の方のね、この法人税法上のこの税率控除のところで、ね、少し、お話をさせていただきましたけれども、大法人とね、完全支配関係のある資本金1億円以下のですね、まあ、法人についての取り扱いと。いうところの中でですね、合わせて、きちんとですね、中小に関しての理解を、まあ、しておけば、ね、その中小法人だったらこうなんだ。ね、ただ、その中小法人ではあるんだけれども、ね、大法人と完全支配関係がある場合はこうなんだということでですね、まあ、そんな比較がね、きちんと
ね、できていればというところ、ただまあ中小法人に関しては初めての出題だったということでね、まあ、見ていきますとなんか総括的な内容になってしまいますが、個別問題が、まあ、平成27年ですかね、から出題されるようになって、でやはり少しこう出題の幅が広がってきたなというふうにね、見受けられるところでした。では続けまして所得税問題の2番ですね、こちらに関して、まあ資料が 1,2 というふうにねあるような形で、したが、まあ一つのね、大きな問題というふうにね捉えられるもので、所得税に関してなんですけれども、もう計算過程の理解、ね、その所得税額を求めていく、そのね、過程ですよね、計算過程の理解をね、聞いているものでした。ですので、日頃の学習の中で、法人税はね、いくらかこう財務会計、で、まあ、求まった当期純利益、こちらを元にね、計算していきますので、なんかその財務の続きっていうようなイメージで、入りやすいんですけれども、所得税ってね、なかなかその続きというものがありませんので、そういった点でですね、難しさを感じてしまう、ね、方も多くいらっしゃるんですけれども、やはり今回も計算過程の理解を聞いているということですから、まあ、今回はね、今日その下に2行目のところに、まあ、給与、事業、配当、一時、から譲渡所得ということで載っていますけれども、どの所得がね、出るのかなということではなくてですね、やはり一連の流れをしっかりと押さえておくということがね、一つ重要性があったのかなというふうに思います。で、まあ、資料の1番2番というふうにありまして、所得税の問題ですね、資料の1番の方はね、雑所得の問題だったんですね。まあ、公的年金等とそれ以外と、ね、いうことで、公的年金等以外のね、講演料という内容でしたけれども、当連の方では4回でですね、計算の問題で 出題をさせていただいていました。からまたこのねページに書いてあるところから先に行きたいと思うんですけれども、所得控除税額、所得控除額のところですね、失礼しました、所得控除額のところでは寄付金控除をね、このうちふるさと納税とね、いう内容が出題がありました。で、まあレクの答例の方ではですね、第6回でね出題をさせていただいていました。でその後なんですけれども、なおということで、この後のねこの給与所得の計算というね、これがまあ問題のほぼ前半の最初の方ですねにあって、このね給与所得の計算にあたって、給与のね収入金額からこの源泉徴収税額控除後の手取り額までの計算過程の理解を求めました。これが非常になってるでしょ、実務的な内容で、ここはもうね難しかったところではないかなというふうにね思います。そして、その次の行のねこの2点がもう難しかったところですね、分離課税となる譲渡所得の計算にあたってとね、いうくだりのところですけれども、こちらもねもうこの2点が最大に難しかったところですので、それ以外のところでね点数を稼いでいくことができればよかったところかなというふうにね思います。で、この上場株から、上場株か一般株ですね、の損益通算についての理解も求めていますということでね、少し税制改正があってすぐの論点も入っていました。その点がね少し難しい内容でした。で、また上場株のねその譲渡の計算という中で、みなし配当をね、についてもお出題がありました。みなし配当というとどうしてもですね法人税法の内容というイメージですけれども、それを受け取ったですね株主の立場ということであれば、株主さんでしかも個人株主ね、であれば、その個人株主には国税は所得税法ね、所得税がかかってくるということで、そこのね理解が連携してできればよかったところで、みなし配当についてはですねレックの方では公開模試でね出題させていただいていましたし、から上場株のね譲渡に関しましては、当例の第7回のね計算の問題で出題をさせていただいていたところでした。では3つ目の税目ということでね、消費税の計算について見ていきましょう。で、こちらもですね、
問いの2という、ね、ものがある通り、問いの1が総合問題、そして問いの2がですね、個別的な問題でした。で、問いの1の方なんですけれども、もう消費税って正直ひねりようがないね、税目でもあるので、この3行目のところにありますけれども、消費税の申告のですね、計算の構造的内容、先ほど所得税のところでも申し上げましたけれども、その計算過程ですよね、税額を求める計算過程、やはりそこの理解がね、求められているものでした。そうで、このね、内容に関しましては当連特に5回から10回でですね、から公開模試で練習してきた通りでした。ただ本試験では資料の中にね、製造原価報告書の資料があったり、ということで、ボリュームがあったんですよね。その点でやはりね、分量が多く感じられて、時間内でね、解き切れたかというところがね、一つね、問題でした。で、前後して恐縮ですけれども、この括弧の6の項目のところ、全課税機関の実績に基づく中間の付額のですね、内容、こちらが初めての、ね、出題でした。という、ね、内容があったところでした。で、まあ、もう一つですね、消費税の申告計算の構造的内容ということで、まあ、一連の計算過程、ここに関してはもう当連等でね、見てきた通りということだったんですけれども、まあ、強いてね、言うなら、まあ、増資に要したね、費用である株式交付費、これがですね、その課税仕入れの分類の中でどこに該当するのかなっていうね、ちょっと難しい論点も入っていたというようなね、形でした。ただ、まあ、形式的にはね、まあ、消費税っていう税目の特徴で、税法の特徴でひねり用が、ね、ないのでということでね、お話まとめさせていただければと思います。そして問いの2の方なんですけれども、こちらは個別の問題で、この真ん中ですね、資産の用途の転用とね、転用に伴う、ね、消費税額の調整の問題でした。で、こちらアレックの当例の方では、当例の第7回、そして公開模試とね、2回ね、転用に関しては出題をさせていただいていたと、ね、いうところになります。まあ、以上ですね、監査審査会より公表された出題の趣旨に沿ってですね、お話をさせていただきました。ではちょっとね、最後カメラに切り替えまして、まあ今後のですね、学習の、まあ、対策ということでですね、少しお話をさせていただきたいと思うんですけれども、まず租税法ね、担当科目にないんですよね。なので、ね、いきなり論文からということで、ちょっとね、硬直してしまうね、緊張してしまうところがありますけれども、難しいことをたくさんできるようになるというよりも、最初に申し上げましたが、ひねりが少ないということも特徴の一つですので、租税法の根底にある考え方、これをですね、計算の学習の中で、理解をしていく、そしてその、ね、計算の理解の中でね、条文をですね、当たっていく、そして、特に計算はもう簿記と同じね、問題を繰り返し繰り返し解くことで、本試験のね、2時間という時間内で、まあ、理論を解いて計算を解いてと、ね、いうことでですね、計算の問題、スパスパとですね、ご自身が解ける問題、ね、点数につなげられるぞっていうね、問題を判断して解いていくっていうね、練習が必要になってくると。で、もう一つ租税法はですね、特徴としましても、毎年必ず税制改正が入るんですよね。なので、なんか一回勉強したことはですね、が改正になったら意味がないというわけではなくって、改正の内容には必ずや日々ね、変化している社会状況だったり経済状況だったりから、その改正に至る背景とかね、理由がね、あるので、そういったところとね、結びつけながら理解をしていくと、まあ、いわゆる制度趣旨とですね、共に理解していくということ、これがですね、その暗記のみにね、頼りすぎない理解の助けになるので、そのようなね、勉強の方法を取ると、まあ、理解が早くね、進むのかなっていうふうにね、思います。で、平成30年ね、2018年の本試験について出題範囲の変更は今のところないんですけれども、
その税制改正はあります。で、改正後の論点という出題もですね、やっぱりあるんですね。改正直後であっても出題っていうのはやっぱりあるので、だからといってですね、その点に恐れることなくね、租税ではどうしてこういう計算するんだろうと、なんで、ね、なんだろうというね、理解の仕方をですね、していかれますと、計算の理解、そしてそれがですね、理論のアウトプットにつながっていくというふうにお捉えいただければと思います。そのね、租税ってなんで、どうしてこういうふうに考えるのっていうところからですね、講義の方で、説明させていただくことでですね、皆様のより深いね、理解に早くつながるようにですね、論文、講座において、お話しさせていただきたく予定しております。ではですね、以上をもちまして、2017年公認会計士試験、論文本試験出題趣旨の分析と対策、租税法の講義、これで以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。